こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は娘の小学校の水泳大会を見てきました。そこで驚いたのはですね、水泳大会というのは、次は50メートル自由形ですとかね、次は50メートルバタフライですと言って、出たい人だけが出ると。まあ、別に出たくない人は出なくていいという仕組みになってます。まあ、ここね、私が暮らしているオーストラリアではそのような仕組みで、水泳大会が開催されます。日本の感覚だとね、50メーター泳げない人が、まあ、50メーター出ますって言って出るっていうのはちょっと考えにくいんですけど、オーストラリアだと、出ますと言った人がね、飛び込んだ途端に溺れそうになって救助されたりというのが、頻繁にあります。バタフライに至ってはね、バタフライできないのにバタフライ出てるというような、まあ、微笑ましいというかね、いうこともあります。で、まあ、水泳大会の話、何が言いたいのかというと、何をやるにしてもビジネスでも、こちらの方というより、まあ、分かりやすく言うと日本人以外の人はですね、やり方分かんないのにやってる方が結構います。やり方分かんないのにやってますから結構めちゃくちゃです。ちゃんとしたサポートを、つけてない場合が多いんでめちゃくちゃです。だからちゃんとできるっていうね、実績がないと何をやるか分かんないというふうに見るのが普通です。で、実はアマゾンの仕組みもこういうふうになってまして、まあ、始めたて、あるいはあんまり取引ないうちはですね、こいつは何しでかすかわからないというので、できるだけ、売らせないようにするという仕組みになってます。この辺のことがですね、なかなか、日本でしか暮らしてない方、日本でしかビジネスをしてない方は、理解しにくいんで、なかなか割り切っても、ちゃんとやるんですという実績を見せてからじゃないと売れませんというのはね、言葉で言ってもなかなか腑に落ちないというところがあります。まあ私の場合は、まあ日本で転売を始めて、まあ今オーストラリアでも2年以上暮らしてますんで、まあ英語圏の人たちの、まあ大体の行動もわかると。だったらシステムも Amazon をこう作るというのも分かって、で仮説を立てて検証してます。そんなわけで無駄な作業なく最短距離で稼げるようにシステムを組んでますんで、初心者の方でも開始3ヶ月で5375ドルとかですね、あるいは5020ドル、または開始45日で7764ドルというようなね、中にはまあ3ヶ月で22459ドルなんていう優秀な方もいますけど、非常にいい実績を上げていただいていると。まあ、やることは単純で、単純なことを分かりやすく、丁寧に教えてます。そして、机上の空論ではなくて実際にサポートしてね、良かった、悪かった、フィードバックを得て、その内容で、サポートして。しかも、英語圏で暮らしてますんで、英語圏の人たちの、考え方、その人たちをね、うまく管理するためのシステムはこうなってるんだろうというのまで分かってます。まあ、日本にいてサポートしたんではですね、なかなか得られない生きたサポートを、させていただいてますんで、初心者の方でも Amazon 室で稼いでいただける。そして、3ヶ月で月10万稼ぐというのがね、普通のサポートを受けたり、あるいは自己流だったら、まあ、ほとんどの人は達成できませんけど、まあ、転売アカデミーの私のサポートを受けていただく限りにおいては、まあ、ほとんどの人が、実行さえしていただければ達成可能というようなサポートをさせていただいてます。今年はね、何か、副業で稼ぎたいな、あるいは、本業にしたい、あるいは本業を法人化したいという方はですね、この機会に Amazon 室